ちひろメは、ちひろメめに属するサメの一種。救命をしザメ、一属一種。全長3メートルに達する。全世界の大陸斜面、震度500-1400メートルに生息する。第一背びれが非常に長いことが特徴である。細長い目と大きな口、細かい歯を持つ。体色は、暗褐色。柔らかい筋肉と巨大な肝臓を持ち。 ゆっくり泳ぎながら、魚類やその死骸、無脊椎動物などを捕食する。卵食型の体制であり、胎児は母体が排卵する卵で育つ。産子数はに非常に稀な種だが、繁殖力が低いため、根核などにより、個体数が減っている、可能性がある。1868年、ジョーネル・ドゥ・サイオンシース・マシマティカス、フィシカス・イーナッチラスにおいて、 ポルトガルの魚類学者、フェリックス・デブリト・カペロによって記載された。記載に用いられたのは、セトゥーバル沖で捕獲された、全長2.3メートルのオス生態である。彼は、本種とドチザメ属が似ていると考え、ギリシャ語で偽、を意味する数度を冠した、サダトリアキスを俗名とした。英名フォルス・キャチャークもこれに由来する。種小名マイケラドンはギリシャ語のマイケロスオドントスに、 由来する。他の英名として、日本語の、押しザメに由来する、ダムシャーク、背びれの形態を表したキール、ドースセルシャークなどがある。和名は深い海を表す、千尋に由来する。救命は押しザメであったが、日本魚類学会は、押しが、差別的語に当たるとし、2007年1月31日、千尋ザメに改名された。千尋ザメは、 この差別的標準和名の解明の対象になった軟骨魚類唯一の例である。太平洋の個体群は別種としてサダトリアキス・アクロレイスという学名を与えられていた。だが、形態学的にピーマイケラドンと区別できないため、現在ではピーマイケラドンのシノニムとされている。本種はトガリドチザメ属ゴラムと近縁であり、多くの形態的特徴を共有する。 タンパク質高度遺伝子を用いた系統解析の結果、本種と尖りドチザメ属とは、属内レベルの遺伝的さえしかないことが示された。これは、本種が短期間で多くの固有派生形質を進化させたことを意味しており、本種と尖りドチザメ属を同化とする根拠となっている。また、その他の同化の種類として、北東インド洋から報告された、ヒメチヒロザメ属のヒメチヒロザメがいる。 高さが低く、規定の長い第一背びれが特徴である。体は柔らかい。頭部の幅は広く、糞は丸い。鼻孔前縁には大きな皮弁がある。目は小さく、横幅は縦の2倍以上で窓科膜を備える。目の後方には大きな噴水孔がある。口は大きく、口角には短い溝がある。顎には200列を超える歯列がある。上顎の歯は1列に、 下顎は互い違いに並ぶ。歯には鋭い線灯があり、1から2体の小線灯が隣接する。得られつは5体で小さい。胸びれは丸くて小さく、ヒレ状は基部にのみ存在する。第一背びれの形態は非常に特徴的で高さが低く、胸びれの後端から腹びれの前端に至る長い規定を持つ。これは尾ひれの長さに匹敵する。 第二背びれは尻びれより大きく、その前方に位置する。第二背びれ、尻びれは尾ひれに近接する。尾ひれの上用は長く、先端に血骨がある。下葉は不明瞭である。皮葉は矢尻型で、中央に線状の隆起がある。皮膚にまばらに散らばる。体色は一様な暗褐色で、ひれの円は黒くなる。開白色の体色に、 不規則な黒い反転を持つ個体もいる。最大で全長3.0メートル、体重125キログラムになる。発見は稀であるが、世界各地で捕獲されており、全球的な分布を持つと考えられる。西部大西洋では、カナダアメリカキューバブラジル。東大西洋では、アイスランドフランスポルトガルセネガルマデーラーゾレス諸島、カナリア諸島、カーボベルデ。 インド洋ではマダガスカルからアルダブラモーリシャスインドネシアオーストラリア。太平洋では日本、台湾、インドネシア、サンゴ海、ニュージーランドハワイから報告がある。震度500-1400メートルの大陸斜面に生息するが、最深で1900メートルから記録がある。弱った場合や海底国がある場合など、より浅い大陸方に出現することもある。 海底直上を泳ぎ、ミヤマ、トラフ、岩礁などに出現する。そこだらはよく本種の獲物となる。ヒレ、皮膚、筋肉が柔らかいことから、動きは緩慢だと考えられる。中性浮力を維持するため、肝臓は多量の肝油を含み巨大で、体重の18-25%に達する。獲物には瞬間的に飛びかかり、大きな口で丸飲みにする。 餌は主にホラーナゴ、ソコダラ、タチウオなどの、甲骨魚類だが、カラスザメ、トウソク類、ミノエビなども捕食する。イカラは、ヒラソーダ、ダツフグなどの表層性魚類も見つかることから、死骸も食べると考えられる。カナリア諸島で捕獲された個体から、ジャガイモ、ナシ、ビニール袋、アキカンなどの人為的なゴミが見つかったこともある。また、ホウジロザメに噛まれた個体が発見されている。 メジロザメ類には珍しく、卵食型の体制である。肺は、最初、卵黄によって育つが、成長につれて母体が排卵する卵を食べて、育つようになる。胎児は、余剰の卵黄を外卵黄脳に蓄え、出産が近づくと、これを外卵黄脳から内卵黄脳に移して出産後のエネルギー源とする。メスは、右側の卵巣だけが機能するが、 子宮は両側が機能する。ある全長2.4メートルのメスは卵巣に平均直径9ミリメートルの卵を2万個持っていた。通常は各子宮に1匹、合計2匹の胎児を妊娠するが最大で4匹になることもある。妊娠期間は1年より長く2から3年に及ぶ可能性もある。出生時は全長1.2から1.5メートル。オスは 全長2.0から2.6メートル、メスは2.1から2.5メートル程度で生成熟すると推定される。ハエナは底引き網で稀に根核される。商業的な価値は小さいが、肉、ヒレ、寒油などが利用される。沖縄では伝統的に本種の油を丸木船の亀裂を塞ぐために用いていた。他の深海ザメのように繁殖力が低いため、 乱獲の状態にあると考えられる。だが、捕獲が非常に稀で、個体数の情報が得られないため、IUCN は情報不足と評価している。ありがとうございます。